はいどうも、夜食ハンター竹本明です。とある山に来ております。秋にね、山で採るものといえば、まあ僕の場合キノコが一番好きですけど、もう一個ね忘れてはいけないのは木の実。この時期にですね、人気の木の実があります。皆さんもきっとご存知だと思います。それが今日のターゲット、じゃーん、こちら。これはですね、アケビという植物の実です。山で採れる果実の最もね代表的なものの一つと言ってしまって過言ではないかなというふうに思うわけですね。アケビの実はね、果物なのでそのままでも美味しく食べられるんですが、まあ、今回はねそれはそれとしてちょっとね、やりたい料理があるのでね、まずこれをね取っていきたいなというふうに思うわけです。ご覧の通り、こうつる植物なので木にこうつるが巻きついてそこからぶら下がっております。で、じゃあこの木を登って取るのかというと、まあそういうわけにはいかない。なぜならこの木はですね、崖の下から生えているわけです。まあ登れない、落ちたら死ぬ。じゃあ何で取るか、こちら、じゃん、玉編みです。そう、釣り用の玉編みです。こうやってほら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 届くじゃん。結構しっかりついているんだね。あー、落下。せーの、あー、せーの、くそー、あ、1個落ちてる、1個入ってるじゃん。なんだよ、入ってんじゃん、よかった、成功じゃん。でもちょっと予想以上に取れないな。この真上にあるやつをコンコンやって引っ張って落とせばどうだ。引っ掛けて、あ、落ちた落ちた、一個落ちた。なるほど、上から引っ張って落とすスタイルならいけるか。でもうまく引っ掛かってくんねえんだよな、難しいです苦戦しております。なんかね、完熟してると結構こうやってゆさゆさ揺らすだけで落ちたりするんだけどね。落ちてくれ、頼む。あ、落ちた落ちた、1個落ちた、落ちろー、落ちてくれ。あ、1個落ちた、あ、1個下に落ちたえぼいマジかよ、秘密兵器と思って持ってったのに、畜生。あっちの、あの実どうでしょうね、結構完熟で美しそうですね。はい、落ちませんかね、落ちて、落ちてください、落ちてくださいよね、ほら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 、ほら、落ちんか落ちんか、ほら、落ちろー。あ、ダメ完璧な作戦と思ってたのにな、玉編み。落ちてくれ、落ちてくれ。あー、中身が、中身だけが落ちちゃう。中身だけが落ちました。こちらが中身です。アケビの中身というのはこれでですね、ちょっと見た目あれなんですけど、このね白い、半透明の果肉がですね非常に甘くて美味しいので、ちょっと今疲れたんで1個いただきたいと思います。はい、じゃあ中身いただきます。うーん、めちゃめちゃ甘い。バナナに砂糖を振ったぐらい甘いけど、ほとんど種です。実はね、欲しいのね、中身じゃないんですよ今回、皮が欲しいので、皮をね取りたい。今みたいに中身だけ取れてもあんま意味がないんですよね今回はね。あった、と届いた、やった、届きました。あー、取れた、あれも届くかな。まあでも結構取れたかな。はい、というわけでね、無事ねこんな感じで取ることができました。じゃあこれ持って帰って調理してみましょうか。今回使うのはこの中の甘い果肉ではなくて、こっちの皮の方なんですね。中身を取り出して皮を、準備するっていうイメージですかね。皮は水の中に浸しておきます。でこの中身はスプーンでドゥルッと取り出してこっちに移しておく。この中身は中身で美味しい、甘くて美味しいので使えるんですね。飲み物にすると美味しい。具体的に言うとアケビミルクというやつがですね非常に美味しいのでおすすめなんですね。牛乳の中にこの果肉と種を入れ込んで、でぐしゃぐしゃって混ぜて、果肉だけその牛乳の方に溶かし出すという飲み物でございまして、それがね非常に美味しいんですが、ちょっと今回はご紹介しません。皮が分厚い方がですね、三つ葉アケビというアケビで、皮がペラい方が普通のアケビです。アケビの仲間ではもう一個ムベというものがありまして、それはですね、すごい特徴的なのが、熟しても口を開かないんですね。輸送に向いてるんですよ。比較的輸送に向かないものが多いアケビ類の中で唯一輸送できるのがムベ。なので、ムベだけはなんか八百屋さんとかデパートとかに置いてるのを見かけることがあります。で、改めて使うのがこちらね。
で、これはですね、しばらく水につけておきます。何をしているかというと、アク抜きです。正直あんまり水にさらすことに大きな意味があるわけじゃないんだけど、おまじないみたいなもんです。その間にですね、豚のひき肉をちょっと炒めていきます。で、そこにお味噌を入れます。みりんを入れる。好みによってはお砂糖を入れてもいいです。で、これを煮詰めていく。実は今回作るのはですね、まず一つは山形風の料理のアレンジバージョン。で、山形ではですね、このあけびは皮を食べるものというふうにね、皆さん教わっているそうで、なので、中身はそこそこに多分子供の、おやつぐらいな感じで、皮をですね、みんなこぞって食べると。で、どうやって食べるかというと、こうやって肉味噌を炒めて、そこにですね、この皮をスライスして、投入して一緒に炒めるそうなんですね。それが一般的な食べ方。この皮はですね、非常にこう肉厚なんですけども、味がですね結構よろしくて、なんていうか通好みの味というか、アクも強いんですけども、つまり苦味が強いんですけども、それがですねいい感じにこの甘辛い肉と油とよく合うんですね。僕はちょっとねアレンジを加えて肉詰め風にねして食べることが多いんですね。なので今回もそうしようと思ってます。じゃあ、この炒めた肉をこのあけびの皮の中に入れ込んでいきます。あんまね入れすぎると閉じなくなっちゃうので、はい、入りました。で、入れたらですね竹串を刺して閉じます。で、これで完成かっていうとそういうわけではありません。まだ皮の方に火が通ってませんからね。まあ一旦ねこれはこれとしましょう。はい、で次に使いますのがじゃん、こちらくるみ、そしてこしあんです。この2つを使って、また中の詰め物を作っていく。こうやってくるみとあんこを練り合わせます。再び皮を取り出して水気をよく切って、そこにあんこを詰める。イエス。あんこはね、あんこの方に粘りがあるので、これをギュッと押すとそこで閉じれるので楽です。はい、こんな感じでね下処理完了です。で、これをどうするかというと、揚げます。カリッと揚げます。はい、では揚げていきます。そのまま揚げてもいいんですけど、素揚げでも、でもまあ一応この水溶き片栗粉みたいにさっとくぐらせて薄衣を、ね、つけてあげるとより雰囲気が出ます。これで、しばらく揚げていきます。イメージ的には低温でじっくりっていう感じです。まあ皮目にねちょっと焦げ目がつくかなぐらいがいいのかなと思います。さあ、ぼちぼちいいかな。はーい、いい感じに揚がりました。なんかコッペパンになんか挟んだみたいだよねはい、改めて完成しました。あけびの肉詰め揚げ2種類です。こちらが、ひき肉の味噌炒め入りですね。で、こっちが、くるみあん入りです。はい、ではいただいてみたいと思います。ではまずしょっぱい方からいってみよう。ほい、断面いただきます。このあけびの皮なんですけども、口に入れた時の最初の感想は苦いです。ふにょって柔らかくて歯ごたえが、口の中でパッとこう苦みが広がって、でもシュッと消える。非常にシャープで、口の中をリフレッシュさせるような苦み。その苦みが後を引かない中でブワッとこう肉の旨みとか味噌のあの風味とかが広がって、その苦みと合体するんですね。まず苦みが来て、その後に旨みとか他の成分が来て、パッとこう大する感じがすごく心地よいんですね。まあ苦売りに近いかな、ゴーヤに近いと思います。だからこそ肉とかの旨味と非常によくマッチする。正直に言うと
包んであげる意味があるかっていうと、そんなに大きくはない、正直。ただなんか包み上げってさ、ちょっとなんか豪華な感じするじゃないですか、おかずっぽいっていうか、これがいいと思うんだよね。あー、うまい。味は苦織りなんだけど、食感はナスなんですよね。これがね、すごくうまい。苦織りとナスどっちもうまいって人は、アケビの皮最高にハマると思います。じゃあ次、あんこ包んだ方行ってみます。うまい。これは完全に和菓子。肉を詰めたらおかずにもなるし、あんこ詰めたら和菓子になるの、すごいと思う。あの、あんこの甘みがあるせいか、苦味がですね、さっきの肉味噌バージョンよりもよりまろやかで、くるみの油分がまたうまい。あけびって油との相性がすごく良いって言われてて、なので炒めたりとか揚げたりしても美味しいんですけど、そこにこう内側からくるみの油分が来るとまたなお良いですね。あの、他の中に詰めるものの味を邪魔しないっていうのがいいですね。こんな包んでくださいみたいな形状してて、かつ包むと美味しいっていうのも、なんか実際に包んで料理するとうまいっていうのがね、なんか奇跡な感じがする。夜食の神様が用意してくれたなんか奇跡の果物って感じします。で、もともと中に入ってるものも甘くて美味しいんだけど、まあそれはそれとしてこの皮になんか詰めて食べなさいよっていうね、本当にね、いい夜食材、夜食の果物だと思います。でも今回あの皮にフィーチャーしたんで中の話あんましてないですけど、中のね、果肉の甘さもまずやばいですよ。普通にそんじょそこらのフルーツよりアケビの方が甘いっす。甘いし酸味がない。プラス皮もこんな風に便利でうまい。そして独特の美味しさがある。なんかね、栄養素もね結構あるらしいんですよ。まあ繊維とかだと思うんですけどね。いやー、だからいい果物ですよ。しかもこんなんがもう山行くとブランブラン、あんな感じブランブランぶら下がってますからね。関東周辺だとね、やっぱり知ってる人が取るんでないこともありますけど、でも意外と身近なとこにあるよ。アケビのね、つる自体は街中にもあります。丸の内とか普通に当たり前に生えてます。つるが1個しかないと実はならないんですよね。あとつるも大きくならないと実はならない。ただあの、実をつけるようなつるも都心にあります。で、こういう実がプラーンってぶら下がってたりする。それぐらい身近な野食フルーツがめちゃくちゃ便利で、その真髄がこの皮にあるっていう話が今回できたらいいなと思って、ちょっと取り上げさせてもらいました。この調理法はハンターオリジナルだから、みんなやっていいですよ。うん、みんなどんどんやって、あの、詰めてあげてください。詰めてあげると美味しい。ね。という感じでね。まぁ、今回のアケビの紹介はそんな感じにしたいかな、というふうに思います。食べてね。食べてね。はい、ということでね、あの、今回も美味しいものを、食べることができて、大変幸せでございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。